みんなキャーと、はぁ、あ、言うてるけど、そんな感じね。これで終わりと思ったら、実はまだまだ頑張るんですよね。実はうちの、ピアニスト&パーカッション、ピアニストピアノマン&きたしてきてね、ありがとうございます。皆さんね、皆さん応援ありがとうございます。パチパチパチ、盛り上がってる。もう飲んでんの？飲んでよ。テキーラボーイおるらしいから、ここの店、なんだっけ、こんなウサギの耳つけたテキーラボーイがなんか300円でテキーラ売ってるらしい。みんな飲んでいってください。私もこれ終わったらめっちゃ飲む。今めっちゃ飲みたいねんけど、終わったら、もう終わるまで我慢して、終わったらガンガン飲むので、後で遊んだってくださいね。遊んでくれる？はい、ほんまに飲ましてや、おごってや。そんな感じで、こんな大阪のこんな変な、ね、感じなんですけどね。大阪の女の子でね、こんな胸とか出してんのに、こんな喋り方で、ちょっと想像とは違う喋り方ですが、今からちょっと大人なコーナーで、こうアダルトな曲でいこうかなと、昔懐かしい曲も歌いますので、じっくり皆さん聴いていってください。もうみんな好きに お酒飲みながらぼーっと聴いてくれていいんで。じゃあそれでは準備いいですか？調子いいですか？マイク大丈夫ですか？はーい、 DJさんは今参加しないですね。後でまだやってくれます。彼はバッチリやってくれます。それでは最初の歌、今日みんな来てくれた人のために歌う、ダイドのサンキューをカバーします。